皆さんこんばんは、 MK です。すすめキノピオ隊長パート11やっていきましょう。今回はお化け画廊の罠からですね。結構ね、ダイヤで解放するステージがギリギリなので、ダイヤをしっかり集めていく必要がありそうですね。あれ、あ、もういい感じ、そういうことね。あ、たまにはね、こう一発でクリア。まあ違うよね。まあ違うよね。なんだ、何が始まっている、何が始まっている、やばいやばい、下から何か来ている。そういうのさ、先に言ってくんないと、下から来るよって宣言してく。やばいやばいやばい、待って、ちゃんと視点を変えていいか。待って、テレサが来てる。テレサはこっちを向いてると大丈夫。テレサどこ行った。テレサいるね。とりあえずダイヤをゲット。これはありがたい。もう二つダイヤがあるね。待って、早く道を出してくれないかな。よし、いいぞ、いける、ここ。危ない。待って、どっち、こっちだってるね。来んなお前ら、来んな。消えたよ。なんだ今度は。そのちっちゃいやつらはなんだ。いい、無視だ。わやこや言ってる暇はないんだよ、こういうのは。待って、早く出して。めっちゃ頭かすってっから、お化けが。怖い。これはこっちか。待って、ギリギリなんだよね。さっきからすごいギリギリなんだよね。もうね、カゴメみたいになってたから、キノピオの周りで。早くここだって。ここのダイヤ取りたいね。このダイヤ取りたい。俺はねどうしても取りたい。よし、いい、うん、どうしても取りたい。いいの、一回取れば取った判定だから。だからこういうのはね、取るべき、わかる。俺はね、そうやるよ。俺はもうそういうご利用しでクリアしていくよ。どんどん取っとかないとさ、だってもう一回やる必要あるよ、ここのステージ。もうやりたくないじゃん、これ。こんな焦る。いや、もうテレサなかなかやられねえし、今足踏み外したけどね、半分。いける、キノピオくんならいける。足踏み外したんだよな、半分。お前そのさ、リュックサック下ろせよな、いつも思うけど。で、あと1個だよね、ダイヤがあと1個だから、そこもう届かない。なんかそのヘルメット、なんだそのライトみたいなのを投げる。まっすぐ進んでなかった今、やば。そういうね、そういうミスはいらないんだよな。そういう、なんだ、ただのミス求められてないよ、キノピオくん。まあ、私のプレイングなんですけど、ただのミス見てて面白くないから。あー、やばい、テレサ結構やられないんだよね、こいつら。いいぞ、高さで勝っている。ここちょっとね、上から見よう、結構。そう。そうすれば、今ずれてるかどうかが分かりやすいから、上から見てこう。大丈夫。まだダイヤは取る段階ではないはず。あ、違う、取る段階臭いな。やべえ、やっちまった。だってあれ2個目だもん。それ早く教えてくんないと。取る段階だったね。でもどうやって取ればいいのか分かんなかったからいい。あそこまで、そんなに待つ必要あんだ。待って、見てなかった、ダイヤの方見てたもんだって今。当たり前、キラキラした方見んだろうが、お前ら、お化けなんてね、基本見えないんだから。そういうことね。今ちょっともう一回見てもらえれば分かる。今、キノピオ君の頭に落ちてきたからね、なんだ、板が。危ないよ。カゴメ状態が危ないよ。いける。もういいでしょ。もういいよ。ゴールってことにしよう。ね。ここまで来たらもう行ったも同然じゃん。いける。もう行った。テレサが来てるよ。怖いよ、危ないよ。よし。もう行ったってことでしょ。来んな、お前。本当にやめろ。重要ないから、そういうの。そういうのいいよ。求められてない。いいよ。待って、危ない。結構来てる。ごめん。結構ね、足場が来てるから。違う。もうちょっと高いやつください。よし、そう。それ。結構来てるね。早くやられろ。で、お前だ。いいぞ。いける。お前なんて無視だ。危ない。おお。なんかシャボン玉の世界みたいになったね、最後。危ない、今最後当たってたよね。てかキノピオくん結構今足、いや、隠れゴールドキノコなんて絶対なかったよ、マジで。今のはなかった。もっと不思議なタッチストーン、あ、前なんかこんなんあったっけ、あのピッピッピッみたいなやつ。あ、違うな、タッチストーンだから違うな。触って動くやつか。今度はキノピコちゃんサイド、ZR でこうやって動くやつだね。よし、これはね、案外ね、楽しいんだよ。案外簡単なんだよ。ここを押せば上がった。もう一回やれば下がる。で、こいつをこうやっておいて、こう、違う。
こうやっておいて、ここ上げれば、なるほどなるほど。これで、ここ下がって、ここをこっち行ったら、ここ、違うね、違うね。そういうことか。よし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 。1個取った。で、あそこも取れるね。あそこも取れるね。出れなくなっちゃうよ、キノピコちゃんが。かわいそうだよ、出れなくなっちゃうのは。違う違う違う。ここ、違う違う。これをこうして、これをこうすれば、あれ？違うな。これをこうして、これをこうすれば、こっちに来れる。で、これをこうして、これをこうすればいいのか。はいはいはい。パタテンテンがすごい邪魔。すごい邪魔。そこ通るんだ。すごい性格が悪いな。そこ通られるか。で、こっちに来たら、ここ、違うね、違うね。どうするんだ？これをこうして、これをこうして、これをこうして、これを、違うね、違うね。こう、あ、なんか、なんか、ここ、いける説。いけるね、いけるね。で、あ、入れるだけ、入れるだけ。で、こうして、こうして、はい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 。で、ここの真ん中でうまい感じに上げれば OK と。で、下げれば出れると。はい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 。すごいなんかそのパタテンテンちゃんかわいそうだけど、しょうがない。そういうもんだから。で、ダイヤ全部取ったから、あとはゴールするだけ。なるほどなるほど。こうやって、ここ降りちゃっていいんだよね。で、ここでパタテンテン、違うね、違うね、違うね。ご了承しちゃった。え？無理じゃん。え？こうして、こうすれば、お前が下が、え、無理じゃない？は？違うな。やり方が違う。これ無理だもんね。これここいけないもんね。いけないよね。どう考えてもいけないよね。あ、違うわ。こっち側だ。そういうことか、そういうことか。急がば回れってことだな。こっち回って、で、ここ押せば、いけると。はい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 。よーし、クリア。今のはなんだ？あ、まあそうだろうな。タッチストーン何回押さな、何回以内に、クリアみたいなやつだな。そうだね。それは無理。初見でそれは不可能。よし。次。回転カラーボックス。なんだ？回転？回転するの？ステージが。あまりいい印象はないよ、それは。回転するね、これは。どうやれば回転する？おー、あ、体重ね。こうやって回転させていくわけだ。はい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 。で、こうやって落ちたりするわけだ。なるほどなるほど。はい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 。どうすればいいんだ？どうすればいいんだ？あ、とりあえず曲がった。もう一段階こっちに回して、ここ、青を取る。あ、違うね。これ勝手に回るね。体重関係ないね。勝手に回るわ。はい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 。で、ここ乗っかっちゃう？ここ乗っかっちゃって、違う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 。バカ。おお、今の行ったってことでいいんですか？今の、お、これはいいぞ。なんか取れたもん。これいいですね。これいいですね。で、もう一回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 。よし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 。で、最後真ん中。最後真ん中どうやって取る？あ、これ積んだ。はい、積みました。はい、終わりました。これ、きのびこちゃん。あ、終わってない。そういうことか。いいぞ、いいぞ。あ、ここの中入ってダイヤ取った。なんか、すごい運で、はい、運で取ってる。運で取ってるよ。今、全く深いこと考えないで取ったよ。で、どうやって出るんだ？どうやって出るんだ？どこだ？出るのはどこだ？あ、ここか。で、あそこに行くには、あそこに行くには、次か、次か、違うな、違うな。ここで、違うね、違うね。どうすればいいんだ、どうすればいいんだ。次か、緑か。緑にいればいいと。緑にいればいいから、こっちか、こっちを使うのか。この青にまず降りてみる。で、こっちに来て、この緑に降りればいいの？この緑に降りれば、ダメだね、詰むね。あ、あっち側だもんな、どっちみち。で、ここの赤に行って、あぶね、今。今こそ足半分出てたろ。で、どうするんだ、どうするんだ。ここで赤。赤で、危ない危ない危ない、もう。しょうがない、しょうがない。まあ、ダイヤ3つ取ったから、これで振り出しに戻って簡単になれば、今の行ったね。今の行けたね。ここにずっといればゴールだわ。いや、いいんだよ、いいんだよ。いいんだよ。そういうゲームだから。わかる？そういうゲームだから、これ。いいぞ、いいぞ。はい、ゴール。いや、今、楽したろうとか思ったと思うけど、楽してなんぼで、なんぼだと思うね、私は。よし。クリア。いいぞ、いいぞ。ゴールドキノコ手に入れました。手に入れましたよ。え？え、手に入れたよね？あ、何？やられるとダメ？そんなことある。え、手に入れたよ。ゴールドキノコはリセットなの？ひどい話だよ、本当に。からくり天井の上で。140。
なんか若干余裕が出てきたね、ダイヤの枚数に、枚数個数に。なんか結構ギリギリなんだよね、このあのステージ出していくのが。またなんか複雑そうなステージだよこれは。 ZR でどうすればいいんだ、 ZR で、ああはいはい、でこれで障子を破ると、はいはいはい、そういうことね。面白い面白い、いいぞ。でこれを、違うね、これがこっちに行って、これもう一段階行く感じ、これもう一段行かないね。あ、降りちゃっていいのか、ここ降りちゃう。あそこのまずはね、このコインを取ろう。こういうのはもうどんどん取っていかないと後で自分が困る。よし、でここを全部取る。でお前だ、お前なんか投げてくるから、こいつを引っこ抜いてお前に投げる。いいぞ、ナイス連携。であのダイヤが欲しいね、あのダイヤが欲しいから。違うか違うか、全然違うとこやったね今多分。あ、こいつが動くのか、こいつが動く。鍵はなかったな、まだだな、ここまだだな。で、あ、このこれ臭くない、これが鍵、これが、はいはい、いいですね。でこれが鍵で、ここの床を下ろす。なんかいた、なんかいたけど、よし一旦避けて、はいはいはい、今危なかったねちょっと。ここのダイヤを取ると、いいですねいいですね、いいよ。で次、今のが2個目ってことはだ、ここをこうやればここの障子を破れるはず、破れない、ここか。1個だけ、1個だけパターンだね多分、1個だけやれば障子を破れると、はい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 。でですよ、でですよ、危ない。ここはこれを下ろして、待って、あのダイヤが取りたいんだけど、まだか。あのダイヤはどうやって取るんだ、何かを投げるか。あ、そういうことか、やっちまったな。それはもう無理だよね、そうだよね、株を投げるんだあそこに。あ、ここにもダイヤある、ここのダイヤはでも取れるな後で。いやー、株を投げるんだったのか、それは分かんないな、それはちょっと一回やっちゃうともう無理だもんね。まあ、あ、無理か、やめよう。でここを急いで登る、はい。でここ登って、こいつがこう来て、こう来て、こう来て、違うね違うね、危ないよそこいると。こっちか、こう来て、これがこう来て、これはなんだ、キノコ、キノコはいらないな。でここをこっちに来て、はいはいはい、ここのダイヤも取れる。いやー、あと1個だったな、これいけたな。でこっち来て、はい。でスターは、スターはいずこへ、スターがないですよ、スターがないですね。あ、あそこ、あそこ出てくんだ。あ、これか、違う違う違う、これを止めるんじゃないよ、これを上げる。これあそこに着地したい、あそこに着地したい時は、あ、この下か、この下に急いで行って、はい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 。でいいのか、これ意味なし、これ意味なし、これ意味ない、これ登っても、あ、意味ないねこれね。これなんだ、なんかあった、なんもないわ、ゴールしちゃおう。いいんですよね、はいはいはい、 OK です。いやー、あそこ投げるんだったか。結構空中にあるダイヤって投げるパターンもあるよね、それは。なんかもう覚えとこう、覚えとこう。はい次、からくり天井の上でをクリアして、お、なんか来たぞ、お、コインパラダイスですね。またコインを荒稼ぎさせてもらいますよ、もっともっとコインパラダイス。前回これダブルチェリーでやったから、今回はツルハシでやってみようか。ダブルチェリーで326枚、それをなんとか超えていきたい。いくぞ、サンキャップはでかい、ここで。あ、あ、そうだそうだそうだ、これだ、これはね結構ね考えてやんないとね、ゴールドキノコが取れないんだよここでね。やばいやばいやばい、降りれない降りれない降りれないよ。あ、もうゴールドキノコ、あ、いやこれね、一番下まで降りないとダメなやつだ。前もやったのか、それがモットだと思ってたわ、それがモットモットか。なんかあのちょっとちょっとちょっとみたいなあるよね、芸人さんが。わかる、わかりますか皆さん、もあのちょっとちょっとちょっとの芸人さん、ちょっと古いか今の子わかんないか、これわかんないかもしんない。これはこれは深いこと考えなくていいやつかな、普通に進んでいくよ。なんかタッチ系ではなさそうだね、あの P を押して進んでいくパターンだね多分。
もうこれしか今方法ないもんね。 B を押せば、おー、なるほどね、そうなるのね。でここ、はいはい、間をうまく切り抜けて、ここを全部取る。はい、ここも間を切り抜ける。これは、これは、こんにちは、行っていいですか。痛めですよね、知ってました。でここ走る。じゃあどうやれと。あ、押さえとけと。やべ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 、これを押せば危ないんじゃない、これ大丈夫なんだ。それ大丈夫なの、すごいな。でこれどんどん回していけばいいだけっぽいね。ここを回して、あれはどうやって取んの。また株投げですか。この間に株があって、それを投げろという話ですね。そういうことですね。危ないって。ここから一発で取んないとめんどくさいよ。よし、オッケー。2個目なの ?1 個目あった、どっかに。絶対なかったな。鶴橋、待って、落ち着け。これを取ったらどうせ、落ち着けと言ったはずだ。あ、もうもう、あ、あっちだ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 。こっち、一旦こっち、一旦こっち、一旦こっち。よし。で、ダイヤが取れた。で、もう、まっすぐ進んでたつもりなんだけどね。で、ちなみに、ラストのダイヤはどこだ、あれだ。ちょっと取ろうとしようぜ。取りたいべ。どうすなら、どうすなら、どうすなら取ってゴールしたいね。これは、抑えれるんだよね。なんかメガネ外れんぞ、これ。ほら。なんか今日、ヨッシーみたいな顔してんね、ほら。ヨッシーだね、こいつ。こっちに来て、これを押す。そうすれば、降りる。で、で、で、ラストのダイヤが、どこだっけ?ラストのダイヤが、どこ行った?あれ?ダイヤがない。ダイヤがないぞ。あれ?あれ?どこ行った?マジで。あれ?まあいいや、とりあえず進んでみよう。ここを、走る!走る!あった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 、これだ。これをどうやって取るかだよな。あそこに、これ押さえれる?押さえれないね。押さえれないね。これ行くしかないね。あ、押さえれる、押さえれる。いいぞ、いいぞ、今のうちだ。で、これを押しちゃうと、待って待って待って、もう、もう押すね、押すね。で、あ、もうあそこか。ダイヤいけんじゃん。いけるいけるいける。案外いけるやつだわ、あのダイヤ。ここでキラーを待って、いいですね。よしよし、ダイヤコンプリート。はい、次。あとはもう道順に行けば取れたはず。ここを押して、はい。で、鶴橋を取って、あそこのブロックを壊せばいけるんだよね。OK。鶴橋はキラーも無敵ですか?鶴橋はキラーも行って大丈夫ですか?まあ、来なかったんでいいです。OK、クリア。なんか B 押すと鶴橋も速くなるね。カン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 ってなるね。はい、ありがとう。なんかキノピオちっちゃくなると、頭のカラーリング逆になるの意味不明なんですけど。何なんだろう。なんでカラーリング逆になるんだろう、あれ。はい、次。激走マグマロード。またマグマですか。マグマ多いよ。なんかドラゴンがいるせいかマグマ多いよ。激走って何、走るの。じゃあ走ってやろうじゃん。うぅ、危ねえ。うぅ、初見殺しだろ、おい。初見殺しだよ、今のは。よし、あと死ななきゃいいから。ここ走るのね。はい、走れ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 。いいぞ。ここは行っていいの?行って、行くよ行くよ。くる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 。待って、これずっとまっすぐでいい。ずっとまっすぐでいい。違う違う。危ない危ない危ないから。これ、まっすぐ行っちゃうよ、私。もう、あのね、多分ね、多分なんか逃して、いい多分ね、左側なんだよね。ただ、カクって曲がれるか?カクって曲がれるかな?ちょっと厳しいと思うけど、ちょっとやってみる?6機しかねえんだよな。ちょっとこれ危ないから、本当に。マリオカートみたいになんか乗ってんならいいけど。これこっち。で、こっちこっち。危ない、見えない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 。見えないなりに、見えないなりに。あ、結構これ、時間はあるか。時間はある。時間はあるぞ。時間はある。ここをくるっと回ってダイヤを取る。よし、いいぞ。いいぞ。あ、なに?これ、走り終わろうよ。キノピオちゃん。あ、走り終わんないんだ、これ。あ、走り終わった。ちょっと待って。一回落ち着こう。ここで、あのルートを通って、まっすぐ、ダイヤはどこだ?ダイヤはないのか?ないってことでいいか?行くぞ、じゃあ。ないね、ないね。こっち行って、こっち行って、こっちだ。で、こっち行って、ドラゴン。ドラゴンこれ関係ないわ、多分。当たんないわ、普通にやってたら。こっち行って、多分左。よし。で、ここ。ポン。いいぞ。
なんか新しいとこ来た、バッテリーが電池が少なくなっている、充電しましょうね、これ終わったら。これ落ち着け、これ落ち着け、あれが来た瞬間だ、いけ、ここでダッシュだ、うまい、いいぞいいぞいいぞ、2個取れてる、2個取れてる、あと1個、あと1個のダイヤどこだ、あそこだ。それ難しいね、結構えぐいとこにあるよ、あれ結構えぐいとこにあるね。ドラゴンが危ない、行くぞ、取るぞ取るぞ取るぞ、よしよし、いける、このままゴールすれば私は完璧、パーフェクト、いける、いけるぞいけるぞ、こいつら気にすんな、危ない、おお最後来てたね、最後完全に俺をやろうとしてたね、あれ危ねえ。はい、激走マグマロードクリア、コイン100、あ、なるほどね、あそこのなんだ、最初無視した遠回り道を行けばコインが150枚取れると。はいはいはい、次、沈みゆくメタルキャッスル、ほらダイヤがねギリギリなんだよ、あと4個でしょ、これ結構取んなかったら危ないな。よし、じゃあ次こっからやっていきましょう。ということで今回の動画はここまでです。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。